こんにちは、ビハイヤのトコイです。私たちはアニメゲーム漫画業界の発展のためにラクジョブという求人媒体をやっている会社です。私たちはラクジョブなんですけれども、最近あるクライアントの、会社さんに、ラクジョブを使ってもらって、若手の人材が欲しいということで、若手っていうのはなんか2つ、その会社の方が言うにはいいところがあって、まずこれから伸びしろがある。でもう一つは、比較的こう安い お給料で、人材を確保できるということなんですけど、そういうですね、これから伸びしろがあってやる気もあるっていう人材こそこうラクジョブに登録がいっぱいあるんですね。例えばプログラマーでも若い人材っていうのが多くて、専門学校上がりで、きちんと C 言語圏も学び、また PHP プログラミングもできるということで、そういった人材が多いので、ぜひですね、弊社ラクジョブで、若い人材を揃えたいという場合は、ご検討ください。よろしくお願いします。